まあまあのシャトですね、これは。そう、オッケー。うわー、かなり難所ですね、これは。気をつけてね、グローブ滑らんようにな。グローブ滑らんように、頑張れ頑張れ。ゆっくりゆっくり。じゃあ冷蔵庫行ってきたいと思います。もう気をつけてな。いいよ、慎重にいけてるいけてるいけてる。ゆっくりゆっくり、落ち着いて。緊張感すごいな、これ。めちゃくちゃ崩れやすいですね、これ。さすがバリエーションルートや。ジャンダルム登場、やった。久しぶりちゃうの、こんなの。ん？ガスすごいね。視界が、進行方向が難しいな。奥穂高岳のね、展望はちょっと残念でしたけども。もう穂高という穂高が全部今んとこダメだね。またね、来ればいいのよ。そうだね。そして今回はこの西穂方面、ジャンダルムの方に今から向かってきたいと思います。はい、気をつけていこう。これからね、少しずつ回復して、うん、午前中は天気が持つ予定だからね。そうだな、まあ、これでガスも晴れてくれたらね、テンションも上がるんですけど。そうだね、頑張りましょう。はい、おはようございます。おはようございます。大事ですよ、10日目。イエーイ。いやー、もうついにね、北アルプス最終日になったんですけど。そうだね、もうやっと下山する日が来ちゃったね。そうだね、日本海からね、北アルプスのこの末端、今奥穂高岳の山頂のところにいるんですけども、うん、ここから本日はジャンダルム、行きまして、天狗の柏だから岳沢方面に下るか、もしくは西尾まで行って上高地に行くかっていう、今二択でちょっと迷っていて、まあこのガスの状況とかで、あと雨とか風とか、雨風は今日ね、あんまりないような予報なんですけど。そうだね、午後夕方前ぐらいまでは持ちそうだよね。うん、まあ、その周りの環境と自分らの体力とか、その足場の感じとかを見て、ちょっとそのルートを選択しようかなっていうので、はい、一応2案作ってるんですよね。そうですね。まずはでもその前にあのジャンダルム越えなきゃいけないので、やっべー、今からね、あのもう最新の注意を払いながら行きたいと思います。気をつけていこうね。降りたらこなし平でね、今日はもう10日ぶりのお風呂入ると思います。で、あとまた上高地の郵便局で食料を取って、はい、次の中央南アルプスに向けてね、はい、また準備とかもあるので、うん、ちょっといろいろやること多いですけども楽しんでいきたいと思います。よっしゃ、じゃあ行くぜ。イエイ。この奥穂高、西穂高間は一般の登山ではありませんと、かなりね危険なので、自己
責任ですしね、もちろん。そうですね。しっかりと装備もね、揃ってますし、安全に行きましょう。はい。気をつけてください。細いけど、でも足場あるな。細いけど足場あるな。そうだね。うん。横にこうね、支えがないから。ああ。風強い時とかこれ怖いかもな。うん。おお。よいしょ。よいしょ。よいしょ。かっけー、かっこいい。おお、なんかぐにゃー曲がってるで。ほら見て、馬の背ぐにゃー曲がってる。やっぱ高度感はレベチ。高度感レベチやな。これがジャンダルムか。うわー、かなり難所ですねこれは。気をつけてね、グローブ滑らんようにな。グローブ滑らんように。その反対側、手側の斜面のさ、とこに穴あるで。そこ足入れられへんか。そこ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 に、あ、聞かしてからな。聞かしてから下げろよ。いけるか。おお、センスあるね。いいね、いいね。ゆっくりゆっくり、安全に安全に。左足聞かせるな。ちゃんと左足聞かせるとこ見つけて、ちゃんと置いてから3点指示でな。よし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 、まだ気に入ったらあかんね。よし、オッケー。一旦そこで休憩、一旦そこで休憩して、よしよし、息整えて。オッケー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 。ここまで来るか。細いね、激細。痩せすぎ、もっと食べないとな。あの、尾根が太らないと。どうしようどうしようどうしよう、気をつけて気をつけて、引っかからんようにな。反対側の足出すときもたつかんようにな。大丈夫、そのままゆっくり落としちゃえば、足伸ばして、ザック引っかかりとか気をつけてな。どうしようどうしようどうした、あそこ行ける。よし、足棒った、おい。よし、まだ緊張する場所は続くけど、一旦でもなんか馬の背っぽいとこ越えたの。よし、よいしょ。うん、気をつけてね。全部基本も滑るからな。ちゃんと足がこう水平に置けるところに足置いてから、落ち着いてな。落ち着いて、時間いっぱいあるから、ゆっくりゆっくり足場見て。3点指示だ。必ず3点ついてること確認してから次の手出してな。はい、オッケーオッケー。そう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 、センスあるな、輝いてるよ、輝いてる。まずですね、あのジャンダルム一つ目の難所、馬の背越えまして、はい、あの小屋でね聞いてた時に、あのもう僕はもう四つん這いになってこうやってずっと行きましたみたいなね方もいたんですけど、本当にもうそれでもいいぐらいの細さやったね。もう本当に全身使ってしがみつきながらね、うん、
動く感じやったな。そうやな、またこの猫のちょっと要は濡れてる感じ嫌やな。そうだね、緊張感がより高まるね、うん、そうやな。これ雨降ってて風強かったらもう絶対行かんほうがいいな。これ当たり前やけど、そんなんもう絶対行けへんもうすぐに優しいコースで降りるよ今日はまだ良かったですね。早く晴れてください景色でも見えたら余計怖いんちゃう。ちょっとあんまり見えてないからっていうのもあるけどな。確かに、まあでもほんま足元と手元しか見てないからな。うん、ほぼ浮いてるねこれ。岩が浮き石だらけ。これなんか難所と難所をつなぐ中間のところも切り抜かれへんよな。すんごい下りこれ。谷底見えへんやん。シャドウ急すぎんこれ。こんな急斜面。すごいね。じゃあ谷底行ってきたいと思います。もう気をつけてな。めちゃくちゃ浮いてるし、滑るな。一歩一歩確かめながら。シャドウがさ、怖い。トゲすごないこれなんかどういうなんか反って見えんねんけどこれ。まあ行くか。すごいなこれ、面白いな。それはみんな憧れるよな。マークとかほんま入れてくれてる人も神やな。こういうところにさ、どこが道かも。ちょっとこれを初めに開拓した人がすごいよな。鎖が引いてありますね。ありがたい。ゆっくり足場はねちゃんとあるから見て、岩壁に穴開いてるとことかあるからそこ差し込んでとか、ちょっと出っ張ってるところ足置けるから、そうそう、センスあるね。輝いてるよ。輝きすぎんなよ。まあまあのシャドウですねこれは。画面列あるかな、この怖さ。落ちたらまず助からないっていう緊張感と、ちょっと滑る岩場。足場ちゃんと確保してな。よしよし、まだやで。こっちまで、こっちまで。よし、ここ安全地帯やから。よし、ほい、ほい、よし、よし、よし、おい、どこ行くねんこれすごいな、めちゃくちゃ楽しいなこれ。アドレナリン出るね。エロレナリン出ろ。
ロメラニンだよねこれ。体の使い方うまいな。女性ならではの柔軟性持ってるな。鎖も使っていいんやで。掴むとこは、ね、いっぱいあったよ。うん。足置くとこもいっぱいあるしな。そう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 。ただも高所のこの高度感に負けなければ大丈夫。普通の道や思ったら、はい、横のどうしてもねこのね切り立ち感がもうなんかこう焦らしてくるんですけど、道自体はもうしっかりあるからそこを踏めばいい。焦るのが一番あかんからな、こういうのなんでしょう。よし平常心で、よいしょ。ここももう普通の家の散歩道歩く気持ちで、よし、家の廊下からお風呂に行く感じの気持ちで、家の廊下からあのお風呂に行く気持ちでここ通りや、家の廊下からお風呂に行く気持ちで。じゃあじゃあ平常心で、平常心でいつも通りっていう感じでまっすぐ行くだけやから、家のね廊下からお風呂に行く感じで、こわばって、なぜやな、もう後ろは見んなよ。よし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 、はいはいはい、よし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 、ここは大丈夫、ここは足場ちゃんとあるから。嘘だろこれ。これは一体どれが直通やな。ここはもうクライミングスキルもちょっと必要ですね。これかなりこう体の使い方とか考えないと。そこがね、ちょっとね、そうそう、右手側から行った方がいいと思うねんけど、ちょっとね、あの、岩がハングしてるから、あの、上体をこう、あんまり後ろに持ってかれすぎひんようにな。ザック重いから、そこそこ。んそう、ほんで今、右手側の方に、今、右手外に出したやんか、岩壁の外に。そう、そっち側にも足場あるから、そこ使いつつ行けば行けると思う。必ず3点指示して、よしよし、うん、手決めて、で足場その壁の向こう側にもあるから、ちゃんともし必要なら、いらなければ使わなくていいんやけど。 OKOKOK 乗った、ゆっくりでいいよ、足置くとこいっぱいあるからちゃんと見極めて。で、頭気をつけるよ。頭の上ハングしてるからな。岩がこう出てるから。ザックも気をつけてね。ザックの感覚も考えつつ。よし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 。オッケーオッケーオッケー。輝いてるね。輝いてるね。よし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 。はい。何があんねんこの錦には。あーでもちょっと待って、このなんか巻き道細すぎやしな、せんか鎖ゼロでこれへばりつき系、これいいね。おー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 、楽しい。アドレナリンがさっきから出すぎて、なんか変な、逆に変なリン出てる。
ほんで上がるんやって。上に。上に上がるんや。うん。すごいね。どないなってんねん、これ。晴れてきたー！すごい！久しぶりの晴れや！うん、嬉しい！何日ぶり？うわー、いいねー。あ、すげえ。怖いとこ見えてきました。どんどん怖いとこが見えてくるよ、これ。おー！おー！おー！いいねー。あそこの今、マルちゃん行ってるところが、斜めで、岩の上になんか、ぬるっとした苔みたいなのが生えてるんですよね。ちょっと嫌な感じで。頑張れ頑張れ。ゆっくりゆっくり。ピンあるからな、ピン。このピンに足乗っけて。そう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 。で、その次のピンが折れてるから、それ結構滑るから気をつけるよ。あ、そこがいいかも。うん。オッケー。で、右足を一瞬その折れたピンに置くか、その下に裂け目があるから、そこに刺してもいい。うん、大丈夫大丈夫。あ、そこ行く。おぉ、柔らかいね。体柔らか。あ、なるほどね。女性ならではのルートか、これ。すごい。さすが。その曲がりピンは手は持てるから。そう。オッケー。ゆっくりゆっくり、行き届いて。よし。はい、やっぱセンスあるな。すごいね。すごいよ、君。そうか。必死ですよ。必死。生きるため。これは、いい朝日ですね。がついに見えた。なんか感動で泣きそう。感動で泣きそうやねんけど、なんか何やろこれ、この感情。すごい、なんか緊張感とスリル感となんかいろいろ重なって、すごい。うわよかった。2日ぶりだね。うん。うわあ、最悪ルート間違えた。今こっからこう降りてきて、こう登ってきちゃったけど。ジャンダルムの山頂あっちでした。あそこか。通行のミス。くそー。なんか登りやすそうな方にスイス行ってもうた。方向はね、こっちだけどね。うん、ザック置いてこ。ちょっと一旦、うん、下らない。一旦下って、今のとこ下って、もう一回じゃあ登るか。なしそっか。ゆっくりね。またそこのスラブ滑るから、逆さスラブが。もし足が滑っても絶対慌てたらあかんで、はい、落ち着いて周り見て。よし、 OK。 ここを、おー、絶景、すげーよー、すげーよー。はぁ、かっこいい。いい朝やな。いい朝やな、これは。上か。さらに上行くんやで。ほんまにあのピークに立つんやな。うん。
あそこね。これや。ジャンダルム到着。やった。もうどん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 ガスが入る。あ、ここ越えてきたん。なんか恐ろしいな、やっぱり越えてみたら。あ、歩いてる人いる。頑張れ。西穂方面かっこいいな、西穂も。おー、今日ここに来れてよかったな、ほんまによかった。あ、奥穂の後ろからなんか五交差してます。かっこいいな。ずっといれるな、ここに。槍の穂先がちょっと見える。あー、隠れた。あそこにおるんやな。そこからやな。あ、やっぱあれ乗鞍御嶽の方じゃん。かっこいい。めちゃくちゃ見えた。そして最近ずっとさ、寒かったけどさ、やっぱ太陽出てあったかいな。ねえ、あったかいっすね。めっちゃあったかいわ。上高地発見。今日はあそこまで降りるよ。まだまだ遠いけど。ジャンダルム最高でした。最高だったな。もう一生の思い出になりますね、これは。来たら必ずね。下も晴れてくれてな。ちょうど上行った時に晴れてな。何これ、ね、持ってますよ本当に。自分で言うのもあれですけどな。2日我慢したからね。そうやな。じゃあ今から西穂方面に向かっていって、ちょっと岳沢の分岐で確認したいと思います、はい、はい、じゃあ行きましょう。うわぁ、こっからもなかなかですね。木を一瞬も抜けないです、これは。切り立ってるね、ここも。そこ足場狭いからな。でもあるから、ちゃんと差し込むところは。手持つとこもちょっと少ないけど、あるから探せば。緊張感すごいな、これ。ほう、よし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 、集中してるね、集中してるね。うわ、めちゃめちゃがれてる。全部浮き石みたいな場所やな。であっちの尾根に乗る感じか。
ちは神経使うな。さっきのまたジャンダルムと、ジャンダルムのあの上りの感じと違った。ガレてるっていうところの神経を使いますね。ちょっとでももう浮き石で大股で体重とかけるともう一気にからガーって崩れちゃうから、難所は続く。足場あるからな。よし、いよいよ。よし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 。足置けそうなところもちょっと確認しながら置いた方がいいで。動くやつあるからな。いいよ、慎重にいけてるいけてるいけてる。ゆっくりゆっくり落ち着いて。いいよ、いけてるいけてる。手も置くとこあるからいっぱい。ちゃんと見てな、確実にこう押さえれるところ置いて。足も足も落ち着いて落ち着いて、置くとこいっぱいあるから。よし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 、いいよいいよいいよ。ザッカー引っかかってるで。よし、大丈夫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 。一回体勢整えて。右手今お尻の右、お尻の横のところに手を置けるで。いけそう？オッケー。よし、核心部超えたな。オッケー、ここまで。おいしょ。はあ、はあ、一回ちょっと息整えようか。ふうって。この山頂かっこいい。
安部まで来たよ。よし。ここが天狗のコル。竹沢ヒョウテの道と西穂高岳に登るこの道と分岐が。今日のこのコンディション見てると、岩は乾いてるからいけそうやな。あ、登ってきてる人たちおるな。うん。登ってきてるね。で禁止注意ってね、なんか調べた情報だともうほぼ全部浮いてるらしいですけど、気をつけていこう。今んとこもでも全部浮いてたな、うん、ほぼ浮いてた。で今のが2時間半続く感じやな、竹沢小屋まで。よし行きましょう。もうこの小屋跡にびっちり岩が、うわ恐ろしいな。やっぱ崩れやすいんですねこの辺りは。めちゃくちゃ崩れやすいですねこれ。さすがバリエーションルートや。よし、おお。ゆっくり。この上部が、上部3分の1ぐらいが核心部なんで、そこを越えるまでは、よいしょ、緊張感が続きますね。お。めちゃくちゃ崩れてる。崩れる。細かいのがパラパラ崩れる。よいしょ。慎重に慎重に。いいよ。いい感じいい感じ。できるだけその、左手側、うん、そっち側来た方がいい。ここまで。いいよ。ゆっくりゆっくりちっちゃく刻んでいけば浮き石もそんな動けんから、はい、よし OK。 ここまでよしよしよし。はい、まだ上部はまだ終わってないからな。いやー、やっと核心部抜けましたね。なかなかの上の方はもうシャドウがあるから、もうちょっとでも力入れるとこ間違えたらガラガラガラっていくからな。はぁ、でもここからもまだ安心はできんけど、まあ、とりあえず一段落ついたな。よし、結構でもここの使ってる人多いね。登りね、すごいいるね。すごいいるね、思った以上に。うん、何回もこうジグザグしてこの中島みたいな草地のところにまたこ寄って、で標高をどんどん落としていく感じですね。あ、この草地に一回入るのか。よいしょよいしょ。結構この丸印以外のところ進むともうすごいがれるんで、これをこう見つけながら歩かなきゃいけないんですけど、下りだと結構その印が見えづらいので、上りに向けてこれは書かれてますね。ここを下っていって、これが岳沢小屋ですかね。最後はお花畑みたいなところ帰ってるんですけど、うっそうとしてる、うっそうとしてる。やっぱ人があんまり入ってない感じですね。うっそうとしてますね。いやー、ここはなかなかのルートやな。ねー、うん、
また別の意味ではスリリングやなこれ。はい、お疲れー。あー、見せにした。はい。よいしょい。はちょっとフッとするか。そうだね、ちょっと。竹沢小屋で。うん。よいしょ。よし、お姉さんついにゴールの上高地見えてきましたよ。あ、ゴールちゃうわ、北アルプスのゴールか。すげえ、ここまで来たわ。遠かったね。遠かった、はあ、おお、待ってらん。上高地のもうこの歩きやすさなんなもう、すごい。なあ、もう膝曲げんでも歩けるもん。膝曲げんでもこうやって、あ、曲がった。きれい。なんなんここ、すごい観光地ここ。観光地ですね。観光地ですね。あ、すごい、水すごいきれいな、これ。うわ、穏やか。山の荒々しさがなくなります。最高。平たい土地来ました。平たい土地最高。よっしゃ、頑張った、ここまで来た。なんなんこれ、急に。え、観光地すごい。栄えてますね、こんな栄えてた。かっぱ橋や、嫁いたよ。これが梓川ですよ。はあ、皆さん。よし。いやー、もう最高。長かった。やったね。はあ、やった。すごいね。人すごい。こなし平キャンプ場。はい。着きました。こちらのこなし平キャンプ場にて、うん、北アルプスセクションを、ゴールですね。そうだね。なんですけども、まあ、本当日本海から入っていろいろ越えてですね、もうここまでやってきて、うん、難所もいっぱいありましたね。そうだね、うん、もう難所に限って大体天気悪かったからね。まあ、あとはそのまるちゃんのその初っ端の、ね、食べ物が何も食べられないっていうね、トラブルもあったりとか、胃のなんかで、まあ、いろいろ本当超えてきて、でもなんか体のねトラブル、足のトラブルとか故障みたいなのはそうだ、ね、なくここまで来れたので。怪我もないしね。そうですね、それは良かったな。うん。そして、また明日からロード歩いて中央アルプス入り、そこからまあ南アルプス行って富士山ま行って最後海までと。まだまだ、ね、あっという間なんだ、ね、あっという間ですけど、まだ3分の1ぐらいしか終わってないから、ね。そうですね。なのでね、まあ、これからも、これからもっていうかもう明日からもね、うん、体とか潰さずに。そうだね。とりあえずでも今日はもうとりあえず今日は今日はもうね、はっちゃけましょう。解放しよう、解放しよう。さっきなんか見たらあの肉ありましたわ、どっかの建物に。肉だよね。そうですね、山では食べられない量の肉が食べたいの。いいじゃん、パーティーしましょう。じゃあ、ね、もうカツのめっちゃいい匂いするな。とりあえず受付しよう。そうだね。あ、ここお風呂、こなしの湯待ってました。準備中、あ、時間ね、そういうことか。そうかそうか。ですね、もう今テントの受付したんですけども、はい、もう去年有名であの熊にね被害があった場所でもあって、うん、もうすごいもう食料のことね、うん、食料庫に入れてくださいっていう換気がありました。ね、近くでも出てるからね。ねえ、
徹底されてるね、うん、いいことや。北アルプスお疲れ様でした。ありがとうございました。嬉しい、続いて嬉しい。ありがとうございました。山賊定食ご馳走していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。最高や。いいっすか。平地飯。平地飯。おでんも来た。すごいよ、もうたっぷりタルタルつけてな。久しぶりちゃうのこんなの。ん？テントの中で臭くなってる。あ、うまっ。すごいね、お肉。はい、67番山菜そば67番。米かき込んだら、米かき込んだら。コウタロウさんからめぐみがありがとうございます。こんな柔らかいものパッキングできない。お前のありがとうございます。朝パッと食べてゴミ捨てれるから、ゴミ捨てて。かっこいい、今までで一番かっこよく見える。今までどんだけかっこよかったっけ。いや今までもかっこよかったけど、もうありがとうございます。頼りになる。一生ついていこうか。すねにかじりつこう。あれ今日ジャンダルも超えてきましたっけ。超えてきない、太る一方や。コロッケのごっついハンバーガー食べて、アップルパイ食べて、羨ましい。往復2時間ぐらい。カロリー肩。食べたら、食べたら食べていい、うん、食べちゃおう。よかったね、うん、よかったよ。でも柔らかいもの絶対美味しい。どうなのよ。うーん、絶対美味しい。よかったね。そしたら北アルプスセクション終えまして、もう荷物もすっからかんですから、はいはい、次は中央アルプスの分の荷物を取りに行きたいと思います。はい、上高地郵便局局止め。初めてで受け取り方わかるの。さあ中身はちゃんと届いてるはずやけども、心配なので中からマッサージできたらどうする。なあ遅いよ、受け取るのがよって言って。怖いよね、遅くないよ、だって予定通りだもんね。もうちょっと早く来ると思ってたよとか言って。ああ、あったで、よかった。じゃあこれをパッキングしてきますか。なんやこれ、なんやこれ、スルメシートなっけ。無事荷物を受け取ってパッキング完了しました。はい、いや本当送ってくれて皆さんありがとうございました。ありがとうございました。うちのスタッフの方に向けてですね、今す皆さんって言ったら誰からってなるから。いろんな人から送られてきたみたいな。そうですね、はい、でここからまた明日ロード歩いて、うん、基礎駒を超える分まで詰めましたね。まあ、今回はそんなにね多くないから、ね、うんうんうん、ありがとう、ありがとう。じゃあ行ってきます。じゃあ今から楽しみにしてたお風呂ですね。はい、もう今こんなねちょっとねこんがり焼けてる感じの色ですけども、うん、もしかしたら風呂入ったら真っ白になるかもしれないですよね。やばいな、これが全部汚れでしたみたいな。あ、楽しみ。いやでも本当ちょっとまあ寝ちゃっとするんで、もういやもういろんなところがベタベタで楽しみやな。うん、はい、じゃあ次パッと出た時はもうさっぱりしてます。いよいよですよ。じゃあわらべ丸わらべ綺麗になるのだ。綺麗すぎるぐらいになってくるわ。じゃあね、バイバイ。うい、上がってきました。いやさっぱりしましたよ本当に。もう、ね、なんか白なったかな。ちょっと白なったかもしれない。血行が良くなっていい感じです。カズラ1個作れるぐらい髪の毛抜けてましたよ。ほんまに本当にあんな2回も泡立たないの初めてだった。3回シャンプーしちゃって、うん、ギットギトで、いやなんかガヤ入り直してくる。ギットギトほんでもうなんか体のぬめりも取れてさっぱりして、でもなんかこんなに服におわんよね。そうだね、この感じでも気にならなかった、うんうん、あの靴はめちゃくちゃ臭いですけど、靴は臭いけど服は匂ってないんだけどね。はい、今からこの最高のご飯を前に宴会始めたいと思います。はい、いい感じ。じゃあ
最高や。うまい。私たちがやっている三角スタンドで秋の感謝祭というビッグイベントを開催いたします。日にちは2024年11月3日です。場所は伊豆の鹿野川記念公園という大きな公園をお借りしてやります。登山の YouTuber さんがたくさん来てくれたり、アウトドアブランドの出店も多数、そして伊豆のおすすめグルメがたくさん楽しめる一日中楽しいイベントになっております。皆さんぜひ三頭身ぐらいまでは誘ってたくさんで遊びに来てください。